はい、録画スタートした。本日紹介するゲームはこちらのゲーム、ビーアウォーカーになります。まだこれは日本のメディアの方でも案内や、レビュー内動向はないと思うっていうか、まあ、多分僕が好きそうなゲームなので多分ないと思うんですけど、こんな感じの二足歩行ロボットを使って、ちっこい原住民を撃ち殺すっていうゲームです。じゃあやっていきましょう。Establish contact with the local population? Easy enough, right? Damn savages weren't interested in talking. 時は未来、舞台は惑星、エルドランドという、人類のコロニーなんですけど、まあ、今見てもらった通り、こういうちっこいね、なんていうか、原住民と、このスペースマリーンが戦っているところでございます。こうした形でね、激しい抵抗を受けてるわけですよ。But arrows found weak spots, penetrating the cockpit shells. And pilots. プレイヤーの目的としては、プレイヤーの目的としてはこの二足歩行ロボットのパイロットになって、まあのコロニーを原住民から守り抜けっていう風な形になってます。But cover the remnants of our retreating detachment for as long as possible. マウスでこう銃口を動かしてでからこれでペイペイ撃つ形ですね。で、画面の、今上に張り付いてるからあれだ、右左ってして、姿勢を変えないといけない。とにかくこのゲームポイントとしては前にしか打てないってことないよ。なので後ろに回られたら仕方ないって話なんで、なるべく武器なり道具を使っていかないといけないんだけど、武器にはそのクールダウンがあって、また上に張り付いた、ほらよっと。この、今撃ってるこの、レーザーショットに関してもこのスペースバーで押す、ミサイルにしても、そして、右クリックで押すこのキャノンにしてもクールダウンが存在するって形だよね。で敵格はこういう感じで無造無造とアホみたいにやってくるもんだから、しかもこれが割とね、敵に対しての標準に関してはきっちりと敵に向けて撃たないといけなくて、弾が当たったら死ぬだろうみたいな形でラン&ガンみたいなノリで弾を撃っても仕方ないっていう形なので、なのでちゃんと、メインショットである機銃に関してはちゃんと、数が多い。で主人公は先ほど亡くなった、先ほど志仲間にして倒れてしまったあとパイロットの兄弟さんでして、まあ、同じ、ウォーカーのパイロットになるという形でこの、惑星エルドランドの、戦いに挑むという形になっています。でゲームの進め方としては基本的に右へ右へ向かうゲームです。一生右へ向かうゲームです。大抵こうしたコロニーとコロニーの間に、ジャングルがあって、ジャングルには当然のごとく、原住民がたくさんやってきますという形になっている。Welcome to Walker. で歩き方なんだけど、ここがちょっと面白くて、 W なり D っていうのはD が前に姿勢を傾ける、で A が後ろに姿勢を向けるって形で、で W と S 何なのかっていうと足を上げるんですよねっていう形で、次は W を押してで離すという形です。まあ、これに関しては D ボタンを押しっぱなしたら前傾になるから、S を押して W を押してっていうのを繰り返して歩いていくって形ですね。なんでこうわざわざ足1個1個上げて上がるのかっていう部分に関しては後ほど分かります。ちょっとしたら分かるって形かな。
で今のところその新米ウォーカーなんでまだ全然その、ウォーカーとしてどうもいい装備が与えられてません。ジオン軍とか普通新兵にゲルグが与えたよなっていう形があるんだけど、このゲームでは基本的にあのミッションクリアしてお金を稼いで、そしてウォーカーを強化していくっていうのを繰り返していく形になります。ここにあるのがシールド と、酸素メーターですね。酸素メーターは簡単に言うと時間制限になります。こういう形でね、早速原住民やってくるんだけど当たんねえ、踏むしかねえという形では、なんで足上げるかって踏むためにあるのこのゲーム。なんでクールダウンが、あーオーバーヒートした、あーしかも弾食らいすぎて酸素が抜けるって。で、クールダウンに関してはあのクールダウンしなかったら回復するんだけど、クールダウンしたらあのアーマードコアのオーバーヒートとかオーバーチャージと一緒で、回復する前に打てないって形になります。なので適度に弾を打って、そして適度に踏むっていうのを繰り返していく形になります。なので踏むためにあの足を上げるっていう行動が発生してるんだよ。でここで3タイプのモードチェンジがあって、これは、W で押します。これはあのウォーカーのスピードが上がるけど、その代わりチャージが遅くなるっていうのと、でこれはウォーカーのスピードが遅くなるけど、足を動かすスピードが遅くなるけど、その代わりチャージが速くなるっていうものですね。っていうのを切り替えていって敵に対処していきましょうって形です。もうね、こう手前側にね、このなんていうか敵のがいるんがいるんよ。すいません、調子乗りました。あ、上張り付いた、もうなんで後ろに下がる理由ってこういうことですね。あー、酸素抜ける。っていうのをこれを全部上から張り付いたやつを落として、比重もちゃんとこう的に向けて撃って、で敵がねよく見たら前の手前の列と奥の列って形で2つ縦に分かれてるんだよね。これが大きなポイントで、言ったら踏む方向の時にそのラインが揃ってないと踏めないって形なんよ。降りて、早く降りて。正確にエイムして、でさらに上に乗ったやつをこのこれで言ったその体揺すって落として、さらにその射角の内側に入られたら踏まなくちゃいけなくて、後ろに来た敵に関しても当然踏まなくちゃいけないっていう、とんでもなくめんどくさいゲームになってます。しかも酸素切れまである。安全にそのスクロールを送って言ったら行こうとすると酸素が足りなくなるって感じですね。ちなみにオートパイロットがあって、ダブルタップの後押しっぱなしすると勝手にいい塩梅で動いてくれます。押しっぱなしないだけ、これでもうダブルと S を繰り返す必要なくなりましたね。はい、お疲れ様でした。1面クリアです。といった形でこのコロニーとコロニーの間を、まあ、このジャングル、危ないジャングルを抜けていって前線に向かいましょうっていうのがこのゲームの大きな進め方っていうか、まあ、基本的にはこれの繰り返しです。でそれとともに、まあ、チャプターって形で進んでいって、どんどんとそのストーリーが分かるっていう形になってます。My expectations are simple. Obey my orders. And in the absence of orders, take initiative. Easy enough, I hope. I will contact directly with you during critical situations. For now, you may undertake any available missions in our network. Good luck.
で、まあ、チャプター制って形ですけど、基本的にはあのステージクリアタイプになってまして、ステージ間にはこうしたのリペアで修理して、でから、装備を買うっていう形がありますね。まあ、とりあえずキャノン買おう。訪問が足りんのや。キャノン買った。次は、余った金でアーマーととりあえず買えるもん全部買うって形ですね。エアフィルターは言ったらその酸素の量が伸びる。なりエネルギーキャパシティで言ったら、エネルギーの量が増える。なりクーラントシステム。これちょっと待って。エネルギーウェポンのあれだ。最大容量が増えるって形ですね。でからクーラントシステムに関しては、このクールダウン、武器 の, そのクールダウンが下がるって形ですね。これで全部使い果たした。エアフィルダーがないけど。で、いろいろと新しい装備があったらこう装備しましょうって形で。で、オープニングみたいに言ったら、ここにミサイルがあって、キャノンがあってって形で、ここのエディットをしていく形になりますね。でからゲームが進むごとにいろいろと、あれだ。ノーズアートが貼れるようになりますで、こういう形でミッションがあるから、順番にクリアしていって、リワードを取っていきましょうって形ですね。 OK。 めんどくさいからダブルタップで。早速ここほふく戦士で貼ってるねというあのスターウォーズのエピソード6あたりだったかな。で、あの見たことあるシーンを言ったらそう踏む側で体験するって形ですね。なんだっけ、このスピードでメッセージウィンドウが閉まるもんなんで、やっぱストーリー相撲としては、ドッチングかこれは。こうですね、足上げて、あー当たった、当たっちゃった、当たった、あー当たった、ちょっと撃てないんですけど、雨だから使えないって、踏むしかないじゃん。よいしょし足壊れた、痛いなこれ。なかった。お、なんだこいつ。あ、これあれだ、修理してくれたんだ。これでショットが打てる形だな。雨が降って光学兵器使えなかったところをとりあえず緊急で修理してくれたらしい。よかったね。敵かと思ったよ。
オキシジェンが欲しいかな。応援呼びました。ショットで言うとあんまりそのショットメーターの方までは注目できないんで、何発打ったらオーバーヒートするっていうのをその感覚的にやってもらうっていうような形がいいかなと思います。よし、あとはオートでクリアだ。よっしゃ、さあまた修理だね。とりあえずリペアしてから、キャノンレベル2150買えねえな。まあ順当に、あとはまあ低いところから上げてくってぐらいしかやりようがないな。これクーラントはちょっと欲しいかな。まあ、特に武器なりも変更なく、エマージェンシーリプライス、リフサプライは、ドローンを買っとくって形か。うんうんうん、知らず頼りだけ買っとこう。カーゴトランスポーレーションですね。よいしょ、こいつ行こう。あ、カーゴがついた。次は物運ぶ仕事ですね。この辺の今出てるメッセージとかに関してここはちょっと読めたら、徐々にその戦況内どうこう分かるって形なんだけど、何せあのメッセージ消えるもんだからちょっと読むのは大変ですね。お、研究してる。これ人避けて歩かないと。危ないよ、踏んじゃうよ本当に。危ないって怖いな本当に。ちょっと見えないんですけど影で。あー危ねえ、怖っ怖っ怖っ、ほんとほんと怖いんですけど。もうマジほんと、なんとかして。いやいやいや、俺悪くないでしょ今の。ダメですこういう作業に向いてないに帰りたい。こんなことをするために兵士になったじゃないんだ。ここはもう基本に立ち返って
ずっと前傾姿勢で歩くんじゃなくて足を上げてから前傾姿勢を取るっていうふうにしよう。そうするとこういうふうなことも危なくなるからね。じゃあこれどないしたいねん。パズルゲームですよ。あぶねえ。殺したい。これマジ殺意の波動目覚めるやつや。なんかもっと安全な輸送方法ないんかい。 そもそもさ、電話すんな。あーよかった、やっとクリアした。まあ戦闘なかったし、今ダメージ食らなかったらお金は稼ぎやすかったけど、やけダメでしょこれ本当にね。え危ないよねこれ、そもそもさ。はあよかった。まあ、こんな感じで、やることとしてはまあこういうミッションをクリアしてその強化していきながら、まあ言ったら非戦闘のこういうミッションとかはあるので、これで言ったらクリアできなかったらちゃんと強化してくださいねっていう感じでプレイできるっていう形なんで、そんなに言ったらその難易度そのものはむちゃくちゃ高いってわけじゃないんだけど、やってることとしてはちゃんと正確にエイムして、機銃を狙わなくちゃいけない、まあなりオーバーヒートを管理しなくちゃいけないんで、足上げるなり下ろすなりで敵を蹴散らしたり、まあ先ほどの移動で言うと、まあ、踏まないようにしたりっていう形で言ったら、キーボード側でずっと足上げて下げてっていうのをやっていきながら、そのシチュエーションに応じていろいろと、対処しなくちゃいけないっていう形になってます。やることの言ったら難しさで言うと、難しさっていうか一度にやる量としては、キャプテンフォーエバーリミックスに近いところがある。キャプテンフォーエバーリミックスだったら、ワスドとスペースキーでシューティングゲームやりながら、マウスを使って、ブロックを集めてビルドするっていう、シューティングゲームがあるんだけど、それと同じような形で、マウスの方で、シューティングゲームやりながら、マウスで対応できない部分はその歩いてなんとかするっていう、一度に2つのことを同時にやるってタイプの難しさになってます。ただキャプテンフォーエバーリミックスは割とそのアバウトにプレイできるってところで結構気楽だったんだけど、どちらかというとシューティングゲーム要素の方が強いって形だったんだけど、こっちは歩く方もそして打つ方もどっちも同じぐらい比重が高いって形なんで、結構その辺は慣れるまで難しいところある。これが言ったら熟練が進んできたらどんどんと楽しくなってくるっていう形なんだけど、楽しくなる前にゲームが難しくなってきたらさっきの非戦闘のゲームをやって、お金を稼いでいって強化していってくださいっていうような形になってます。あ、マシンガンあるわという形のゲームが、こちらのビーアウォーカーになってます。本日の紹介はこの辺です。まあ先ほど見てもらってっていうか、まあ多分このデザインと、ほんでかこのデザインからできることっていうのがそのままプレイできる形になってますので、まあトレーラー通りの、トレーラー通りの内容で遊べるってなってますね。で、英語で遊ぶとなると、今日本語で遊べないっていう状況なんで、短いそのメッセージを全部英語で読むっていう部分があって、そこで言ったらストーリー体験的に、ちょっとその得づらいっていう部分が、まあ、ちょっと進めづらいなという。
まあ、レビューの記事で書くんだったらこれ全部録画で撮って後で見直したらいいじゃんって話なんだけど、これをやっぱ実際に自分で今戦況はどうなってるなり、どういう風にその、オペレーターが指示が入ってるっていうのを聞きながらプレイした方がやっぱその臨場感っていうのはあるんで、その点で言うと、まあ、単純にあれですね、メッセージ送りスピードが速すぎるから日本語待ちっていう風な形になっちゃってますプレイングそのものとしては楽しいんだけど、もうこれこの楽しさにプラスアルファとしてストーリーが欲しいな。特にやっぱ戦争もんだからね、戦況がどうなってるのかって聞きながらプレイしたいってとこある。その戦況がなかったら結局ずっと右に進むだけのゲームになっちゃうからさというところがちょっと悩ましい。クライングサンズの場合だったら基本的に文字送りだから、文字止めて言ったらそのままじっくりと読めば済むんだけど、このゲームの場合はスピードで読まなくちゃいけないという部分が、アクションゲームだからそうだよねって言われたら確かにそうだなっていうふうにしか言いようがないというところで、今のところ進めるとしたら、まあ、英語が堪能な方だったらプレイできるけど、そうじゃないんだったら日本語待ちになるか、まあ、ストーリー体験は全部諦めて録画で撮って後で、ね、全部じっくりと読んでくれっていう形になっちゃってますっていうのが、ビーアウォーカーの欠点だけじゃないんだけど、日本語圏でやる分に関してはちょっと欲しいなって思うところがある。あとゲームの作り的に絶対すし Nintendo DS には Nintendo Switch には移植されないタイプのゲームです。見てもらって分かる通りこの特にこの脚部あたりのねやつとかね、あとちっこいなんかスターウォーズのスターウォーズ的な原住民をですね、ピュンピュンと打ち回るっていうその絵面からして任天堂スイッチ移植はまずないでしょう。なので任天堂マネーで、日本語化されるってことは望めないっていう形になってる。で中国語翻訳はあるので一応日本語翻訳というか2倍と文字には対応しているって形だから、まあ、どっか架け橋ゲームズあたりが移植してくるのを待ってくれる待つしかないかなって気持ちがあるというわけで本日はこちらの、ビーアウォーカーを紹介させていただきました。お気に召しましたらですね、このスチームセール中の時に、お買い上げいただければ嬉しく思うとございます。というわけで、本日の配信はこれで終了させていただきます。ご視聴いただきどうもありがとうございました。